待ってください。さっきまで洞窟に入っていたのは僕です。立ち入り禁止だったんですね。何も知らなかったんで。取り調べ、本当に知らないんです。他人をかばおうとするなど愚かなことをするな。わしは天野宗歩先生の遠い弟子にあたる真剣士、これゆえにここを探っていた。ああ、何度かしょっぴかれているから警察でも有名だろうよ。ああ、こいつは孫みたいなもんだ。どうせ老い先短いわしをかばったんだろう。余計なことをしよって。勝手にしろ。正気さん、待ってください。うるせえ、黙っておけ。ちょっと行ってくる。でもわしをかばうなど愚かなことをするな。交流でもされて対局に出られなかったらどうする。どうして僕の三段リーグの日程を知っているのですか。お前の将棋をいつも見ている。いつ見てもどんくさい将棋だ。だが才能とか切れ味だけが将棋じゃない。高速度寄せでなくてもいい。お前の将棋は昔の匂いがする。わしはお前の将棋を気に入っているんだ。待ってください。体調が悪いって聞いていました。やはり。余計なことは言うな。どうせわしはもう長くはない。知ってるだろう、駒は取られる瞬間が最も働くってな。それとな、蝶野、歩みのことはお前に頼んだぜ。問題ありません。ただこれを読んでしまうと。え、いえ、何でもありません。ここには神隠しの秘密が記されています。だから秘密を知ることになる。人は秘密を知ることによって幸福なことが起きるとは限らない。時に命を狙われるリスクがあります。この神隠しの秘密は最も危険なものです。あゆみさん、大丈夫ですか。分かってる、大丈夫よ。その覚悟があるのなら読みましょう。私もあゆみさんを守るために全力を尽くします。それに北条三段が戻ってくるためにも。え、私は正田名人から将棋を習いました。だから北条三段がどれだけすごいか、彼の将棋を解析してよく分かっています。それにたくさんの人が彼の将来に期待して彼を助けようとしてきました。あゆみさんや蝶野さんも。だから私も自分の最大の力を発揮して北条三段を取り戻したいんです。ありがとう、ヒエン。私はプログラムで判断しているだけですよ。さてあゆみさん、この VR ゴーグルをかぶってください。日記を解析した結果を見ることができます。天野宗歩の隠された人生が
再構築されて見えるはずです。Thank you.
ソウタ。あゆみさん、気づきましたか？うん、神隠しの全てが分かった。天野ソウフの生涯も、天野ソウフは神隠しにあって黒子となった人物。神隠しとは、時の為政者が将棋界を通じて有望な人材をスカウトする。信長の時代から江戸時代の家元、さらには天野ソウフに至るまでその仕組みは続いていた。天野ソウフは勝海舟に壊れて幕末に参謀として活躍した。そして明治の世まで生きていた。天野ソウフをスカウトしたのは国家？今もその仕組みが残るとでも言うの？それが残るからこそ深見九段や北条三段の神隠しが起きたのでしょうね。深見九段も北条三段もソウフと同様にスカウトを受け、将棋をやめて黒子になった。黒子とは特に優れた頭脳を持ち、国家の影となるものが与えられる地位と任務と使命。神隠しの謎は解けました。将棋界でまことしやかに言われていた。それは本当にあったのです。それは暗黙の秘密。神隠しのことを知った私たちには危険が迫るかもしれません。でも天野ソウフは残してくれた。神隠しが将来の才能の芽を摘まないように。そうですね。この神隠しの秘密は大きな武器であり、交渉材料になります。私たちが神隠しの謎に気づいたことに敵側はまだ気づいていないようです。この総武の日記があれば、東条三段を黒子から解放する交渉ができるはず。